いつも使ってる机の作り方。なんか G-Force さんが急に反応したんだけど、私なんか押した？押した？G-Force ってどうやって出るんだっけ？コントロール G だっけ？あれだよね、あれ。グラフィックボード。グラフィックカード。なんで今反応したんだろう、わかんないんだけど。あ、これか、これだ。なんか反応しちゃってた。机の作り方なんですけど、黒ってすごいなんかこう撮影しづらいね。なんか机のさ、上になんかこうマスキングつけて可愛くしたいなって思ってた時期もあるんですけど、なんか、その粘着部分にホコリが溜まったらやだなと思って、結局ね、実現じまいなんだよね、言えてないけど。これこれ、ちょっとカメラ微妙に揺れるよ。まずちょっと慎重しようと思って、これラバーマットね、奇跡のラバーマットです。はい、さあ、これのいいところはさ、下の方にキャラクターがいるところがね、いいとこですね。前敷いてたラバーマットはこれです。これがマウスパッドです。ここの部分がね、手首。渋谷のタワレコだっけ？で買ったスプラトゥーン店のマウスパッドをさらに上に敷いて、で、マウスね。ロジクールです。ロジクールの MX マスター 2S ってやつです。いっぱいボタンついてるけど、使いこなせないで、全然使ってません。そして、コルセアのゲーミングキーボードですね。これも2万5千円ぐらいだったっけ。これをね、ここに置いて、これを奥の方に置く。あ、ちなみにこの机ね、ここで切れ目がついてて、こう、なんだろう。この右側に飲み物を置いて、左側にノートパソコンかなんか置いて、角度がね、変えられるっていうテーブルなの。けど、あんまり全然そういう使い方はしてない。このラバーマットのいいところは、下にキャラクターがいるから、こういう風に使った時にキャラクターが見える。男子軍が見えてないけど。エリオット級しか見えてない。オーディオインターフェース、いつもさ、このデスクトップパソコンの上に置いてたんだけど、最近なんか手元に置くようになりまして、こんな感じ。よし、セッティング完了。これがダイナミックマイクです。机にね、アームをつけてこう吊るして使ってます。で、その先にオーディオインターフェースみたいな。で、これがヘッドホンなんですけど、ヘッドホンはよいしょ、ゼンハイザーのHD599SE。 これ Amazon モデルかな。1万円ぐらいで買いました。開放型なんで、つけてても外の音が聞こえていい感じ。あ、電池ない。以上です。終わります。バイバーイ。